どうしたん？人気もん人気もんじゃないよ、全然人気もんじゃない。ゆうまくんフォロワー 4.3 万になってたね、おめでとう。あ、なんかリール投稿がなんか海外でバズって、また海外バズりしてまた伸びたって感じ最近ずっと笑わせてくれてありがとう。沼が深すぎて抜け出せない、助けてください。だって僕底なし沼やもん、自分で言うあたり気持ち悪いと思わんといてな。人生っていつまで遊んでた。僕は割とずーっと遊んでたずーっと遊んでた、まあ、塾あるときは塾あるときとか。え、ちょ、どういうこと？中学生？中学生ですか？今日2回もウーバーイーツでチキン頼んじゃいました。めっちゃいいや、たわし、たわしちゃうんよ。声が好きなんよ、ありがとう。泣きそう、どうしたの？就職先決めれない、高校卒業したくない、助けて。それはね、生きていく上で必要なことやし、まあしゃあないよ。まあコンビニ今から入るので、コンビニ今から入るので一時、ミュートにします。ちゃんとコメント読むんで抜けないで待っててください。お願いします。じゃあ今からミュートします。お待たせいたしました。まあコンビニで買ったのですね、カップ麺です。今日だけカップ麺です。まあ太りますね、今日だけです。ダイエット順調に進んでるけどモチベがない場合どうすればいいですか。なんか誰かのために痩せればいいんじゃないですか。それはそれが無理だったらもうただ単に自分の意志が弱いだけです。ゆうまくん推しのお友達ください。できるよきっと。ほならん、
ップ麺ですね。これ見てますか？見てるよ。僕なんなら漫画も見てるから。最新話ねちゃんと見た。あ、だから今日も更新されてたな。今日はなんか特別番外編やったけど。受験生にエールを欲しい、まあ、受験期間はまあ確かになんて言うんだ、まあ、辛いとこもあるけど頑張ったら楽しい先が見えるんで今だけ頑張って。こんばんは。体育大会でダンリーダーになっちゃったらいいやチャンスや、目立つチャンスや。ね、あ、そうだ、僕当分、髪伸ばします。写真撮っていただきありがとうございました。あ、そう、僕友達の寮、みんな知ってると思うけど寮集合してる。Light up ko. Iba na ako magpasa sa mga doon. Kasi nga ano... Yuu kun desu ka? Wala akong ano... Nahanapan ng sino magagawin. Buti nila kapatid ko. Medyo kyodotte shimatta. Chotto kuyashii chimen demo. Ngayon ko yung chimen ko na ako kulay ng ano... Hindi ko pa alam, hindi pa, nice. Oh, hindi pa nagre-reply sa ating Joby. Doon daw yung bagong bahay nila. Oo. Yung magkano kami nagagawa, just kaya ka lang. Hindi ko na alam eh, pero sa problema, natatandaan yun yung bumili tayo ng manok sa may ano. Doon lang sila doon. Oo, doon lang sa Velasquez. Pero ngayon, sorry, ko na alam. Sorry, tiktok ko kasi nalasana. そうでございます。いや、本当にびっくりした。まさか想像するとは思ってなかった。本当に僕が想像してるかもいつも。マジで、ペーパーセンテンスとして。羨ましい、そうか。6月、京都のお友達に行くので、想像してください。6月ってことは来月か。来月ワンチャン想定できるかな。外行くし、外出かけるかもしれないし、京都行きたい。京都なんもないけどな。最近 TikTok コメ編されなくてない。あ、ごめん、ほんまに最近 TikTok コメ編できてないかな。いや、それも自分でも反省してます。本当にあの、だいたい投稿するときちょっと忙しい、忙しくてこの辺全然できなくてほんまに申し訳ない。だから暇の時投稿したらなんていうの、この辺もう返せる限り全部返すつもりなんで、もうちょっとだけ我慢してほしい。まあそのインスタライブとかのコメントはちゃんとほぼほぼ拾うようにするから、お願いね。喧嘩動画が好き、うん、好き。狙おう、狙っちゃえ。はかとらん、テスト勉強はかとらん、うん。テスト勉強したくない時に勉強しても頭入らないから、まあ、勉強しても多分あんま意味ないと思うから、なんていうの、なんか目標立ててみたら、例えば30分だけほんまに集中するとか、30分だけほんまに集中して10分休憩で、また30分はマジで集中で10分は休憩の方が絶対頭入ると思う。で、眠たくなったら絶対寝た方がいい。正直眠い時に勉強しても何も意味ないし、絶対頭入ってないから。その場合ちゃんと意識ある時に勉強して、で、したくないときは休憩する。tingnan lang po kami bahay niya tita.
コメント丸ない。ごめんね。バカがるな、こう。仕事なんだから頑張ってたし、仕事頑張れ。京都にずっと住んでんの？そうそうそう、ずっと京都。久しぶり。テスト勉強頑張れ。あんなピンコパ。もうちょっとで家に着くので。終わりたいと思います。まあ、僕ツイキャス始めたから、ツイキャス始めたから、まあ、あんまやり方が分からへんねんけど、まあ、入れてる人いたら、まあ、ちょっと教えてくださいということで、コメントもらえごめんごめんということで、今日も見てくれ。ありがとうございます。ということで、ありがとうございました。